お墓がそのうちどこにあるか分からなくなったって構わないというのは本来そういう在り方であったというのは遺体を粗末にするわけではなくて天ににった祖先ののの神様は、その都市の中にある宗廟,廟という建築の中には今で言えば遺牌のようなものが置いてあるのですが、まあ、正月や盆に先祖の神様が帰ってきてその都市の中の宗廟で祖先を祭るという。 そういうような考え方があるために巨大な他を作ってもそれはもう埋め殺すというか、まあ、埋めてしまうというそういうふうな仕様になっておるので。